3月8日は国連が定める国際女性デーです。これに合わせ新潟市で昨日女性の生き方を考える催しが開かれました。会場では女性を支援するボランティア団体の紹介ブースが設置されたほか、県内に4つのエステサロンを運営する丹羽山ひとみさんなど県内で活躍する女性4人のトークショーが行われました。国際女性デーを含めに、新潟の街が女性のパワー、活躍で盛り上がる街にしていければと思います。参加した人たちは女性が輝く社会づくりの重要性を感じていました。